マスターデュエルの新イベントリミットワンフェスティバルの開催が告知された。リミットワンの文字通り、すべてのカードが1枚しか採用できず、デッキに同じカードが存在しない、いわゆるハイランダーデッキで戦うイベントだ。遊戯王ではテーマの基本の動きとなるカードや強力な汎用カードは3枚積むのが基本なため、それらが1枚しか採用できないとなると構築を大幅に変更する必要があり、普段ではあまり使われないカードが活躍する可能性もある。というわけで今回はリミットワンフェスで活躍しそうなカードを紹介していくぞ。まずハイランダーデッキとなればこのカードを紹介しないわけにはいかない。衛星機動兵器ハイドランダーだ。このカードは通常召喚できず、自分の墓地にモンスターが5体以上存在し、それらのモンスターのカード名が全て異なる場合のみ特殊召喚できる。1ターンに1度自分のデッキの上からカードを3枚墓地へ送って発動できる。自分の墓地のモンスターのカード名が全て異なる場合、フィールドのカード1枚を選んで破壊する。この効果は相手ターンでも発動できる。モンスターのカード名が全て異なることが召喚と効果の適用条件になるため、カード名の通りハイランダーデッキを前提としているカードだ。デジタルカードゲームではハイランダー構築の場合に強力な追加効果を発揮するカードが存在するが、遊戯王は紙のカードがベースになっており、デッキのカードが全て異なっているかはデッキを確認しない限り不可能なので、墓地のモンスターの種類が全て異なるという条件でハイランダーを擬似的に再現したと言える。今回のリミットワンフェスでは同じカードは1枚しか採用できないので、墓地に5体以上モンスターが揃えば確実に特殊召喚ができる。高いステータスに加え、毎ターンフリーチェーンでフィールドのカードを選んで破壊できるため、一度場に出せば除去や妨害と大活躍をしてくれるだろう。効果のコストとしてデッキの上からカードを3枚墓地に送るので、墓地肥やしとしても優秀だ。レアリティもノーマルなため、とりあえず生成してフェス用のデッキに入れるといいだろう。当然1枚しかデッキに入れられないため、ハイドランダーをサーチできる黒木森のウィッチや黒木森のウィッチをリクルートできる融合派兵、多少ラグはあるが確実にサーチができる封印の黄金室などでなんとか手札に引き込みたいところだ。召喚のためには墓地にモンスターを5体以上用意する必要があるが、戦闘機のリンクモンスターは1体から連続リンク召喚が可能なため、エクストラデッキに空きがあればホーネットビットなどとともに出張させ、墓地肥やし兼展開カードとして使用するといいだろう。特に相性のいいデッキとしてはオルフェゴールが挙げられる。闇属性機械族であるため、オルフェゴールクリマックスを墓地から除外することでサーチができ、他のデッキに比べると格段に手札に加えやすい。オルフェゴールモンスターはほとんどが墓地で効果を発動するため、デッキから墓地に送る都合上手札に引く必要性があまりなく、ギルスや終末の騎士、愚かな埋葬などはもともと制限カードなため、今回のリミットワンフェスの影響が少なく、かなり相性がいいデッキだと言える。ハイランダーデッキでは普段3積みしている汎用カードも1枚しか採用できないため、空いた枠に何のカードを入れるかを考えることになる。スカルマイスターや DD クローといった手札誘発カードは普段は春うららや増殖する G に枠を取られ採用されないことも多いが、今回のフェスでは空いた枠に入れる価値は十分あるだろう。スーパーレアで1枚生成すればいいという点もありがたい。サヨシグレも特殊召喚時に相手のモンスター効果を無効にし、そのモンスターが墓地へ送られた場合攻撃力分のダメージを与える手札誘発モンスターで、通れば強力なのでウルトラレアなため生成は大変だが、持っている人はぜひ使ってみるといいだろう。手札誘発をはじめ普段採用しないモンスターをデッキに入れると自然と種族や属性がばらけてくるが、その際に強力になるのがアークネメシスモンスターだ。アークネメシスプロートスは属性が異なるモンスター3体、アークネメシスエスカトスは種族が異なるモンスター3体をフィールド墓地から除外した場合に特殊召喚できる。ステータスが高くカードの効果で破壊されないのも強力だが、プロートスは属性、エスカトスは種族を一つ宣言し、宣言した属性種族と同じモンスターを全て破壊し、その種族属性のモンスターを次のターン終了時まで互いに特殊召喚できないという除去と制圧を同時に行えるカードだ。基本的にテーマのデッキであれば種族か属性のどちらかは統一されていることが多いので、それらを宣言すれば相手の動きを大きく封じることができるだろう。
エクシーズ召喚を行うデッキではある程度レベルを揃える必要があるが、ハイランダーにする都合上テーマ内のカードだけでは足りなくなるため、ある程度汎用性のある同レベルのモンスターを採用する必要があるだろう。普段はなかなか採用しないようなエクシーズ召喚黎明期に活躍したようなカードも採用が検討できるかもしれない。より勝ちやすいデッキを考えるならば、召喚師アレスターやドラグマ、戦闘機などの出張させやすいカードや、もともと制限カードであるパワーカードを空いた枠に詰め込むのが強力だろう。ただハリファイバーやアナコンダ、フュージョンデスティニーなど単体でパワーのあるカードや、ダイナマイトナックルやスキルドレインといった神竜のキーカードが禁止になっている点を見ると、運営としても普段は使わないカードを入れて楽しんでほしいという意図がうかがえる。必須カードが3積みできず、全体的にデュエルのスピードが遅くなるので、予想外のカードが活躍したり、ランクマだとなかなか採用できないフェイバリットカードをデッキに入れてここぞという時に引き当てたりと、デュエル本来の楽しさを味わえるフェスになりそうで、なかなか楽しみだな。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。